皆さんこんにちは、編集のデグパルです。本日ご紹介するのはトゥトゥ大人気キャラクターリラックマの、こちらがキルティングバッグとツイードバッグになります。同時発売です、イエーイ。ということで、すごい可愛いリラックマのバッグなんですけれども、デザインはもちろん機能性にもこだわっているので、一つずつご紹介していきたいと思います。まず一つ目、こちらリラックマの三つ口収納ツーウェイキルティングバッグです。まず一つ目のポイントが、秋冬に大人気のキルティングデザインですね。格子の編み目が入ってるんですけれども、デザイン性も可愛くて、なおかつキルティング生地なのでとっても軽いです。ショルダーストラップがついてるんですけれども、これも含めてなんとバッグ本体の重さが約 200g と超軽量、片手で楽々持てます。なので荷物が多い方ですとか、身軽に出かけたいわって方にもぴったりだと思います。ポイントが2つ目、こっちから見てもらうと分かるんですけど、三つ口収納になっております。このまず一つ目が、この真ん中のメインポケット、ジッパー付きで広々サイズです。なのでメインポケットに、例えば 500ml ペットボトルなんですけど、これを入れて、あとはこういう長財布とかも全然すっぽり収まります。そしてフロント側に一つジッパー付きのポケット、こっちも結構入ります。で、この前にはね、モバイルバッテリーとか携帯とかすぐ取り出したいものを前には入れておけます。今フロントで、こちらの後ろ側にもこの前と同じサイズのポケットがついてます。これもすごい幅広で使いやすいです。体側に来るので、パスポートとかチケットとか、そういうなくしたらまずいっていうものをこっちに入れておくと安心だなって個人的にはすごく思います。本当にたくさん入るので、コンパクトだけど見た目以上にたっぷり荷物が収納できます。旅行とかにもぴったりです。あとはこれ、ほんと仕分けがしやすいので、ママバッグとしてもぴったりだと思います。例えばこのメインポケットに赤ちゃんのおむつとかお洋服とかを全部入れておいて、で、この前と後ろにお母さんの自分の荷物を入れておくっていう仕分けができるとね、とっても楽なんじゃないかなと思います。ちなみにこの前のポケットにも長財布すっぽり入っちゃうので、お母さんの荷物を入れておくのにも、この前と後ろがね、あるので、もう全然十分かなと思います。あと機能面で言うと、クリーム色のショルダーストラップが備え付けられてます。そしてこのクリーム色のショルダーのここ付け根の部分にはレザー風のパッチがついています。これつけることによって、ここの部分の強度を上げているので、重いものを入れても大丈夫っていう嬉しい機能です。こちらにはしっかりアジャスターがついているのでね、どんな身長の方も合わせやすいですし、139センチあるので、男性の方でも短くつんのめったりはしないと思います。なんといってもポイントは、このリラックマの可愛い刺繍と、アイアムリラックマっていうボックスのタグがついています。オールブラックにワンポイントがつくことで、ちょっと可愛くなりますし、大人の方にも持ちやすいデザインになったかなと思います。お座りしてるリラックマが横向いて、こっちこうやってこうやって見てますめっちゃ可愛いですよね。なんかもうずっと見つめちゃう、まるちゃん。で、このバッグなんですけど、オールブラックなので、こういう私が今着ているような白いスウェット生地のトップスとかにも合いますし、ちょっと柄が入ってるようなものにも合います。あとストラップの長さが長いので、コート着てその上にこれを背負うっていうのも全然余裕な長さだと思うので、ほんと毎日使っていただけるようなデザインです。このバッグはそんな感じです。次、まるちゃん。続いてこちら、ツイードショルダーバッグになっております。チェック柄のブラウンとヘンリーボーン柄のグレーが2色出ます。まずじゃあデザイン面から、こちらのブラウンからいきます。これどちらもそのツイード生地で、チェック柄に青のストライプも入ったようなおしゃれな生地になってます。可愛らしいですね。肝心なリラックマの刺繍はこちらです。このタグはアイアムリラックマっていうタグがついてます。このブラウンバーにはこのちょこんってお座りしてる刺繍のリラックマがついてます。かわいい、こんな感じまるちゃん。そ
そして続いてがこちらのグレーですね。こちらはグレーのヘリボーン柄になっております。ブラウンとはちょっと打って変わって、こちらはさらに大人っぽくモテるようなデザインになっていますね。そしてここには同じタグがついていて、グレーにはひょこって覗いているリラックマの刺繍がついています。こんな感じ、こんな感じまるちゃん、それでは機能面の説明をしていきます。まず一つ目がこちらのメインポケット、フラップの部分にはスナップボタンがついてます。スナップボタンがついてるので、ちょっとバッグをバタって倒してしまった時とかも勝手に開いて物が飛び出ることがないのでとても安心です。中はこんな感じです。オールブラックのシンプルなデザインで、これちょっとこだわりポイントなんですけど、メイン開けたここの部分、フラップの裏地がレザー風の生地になってます。これがちょっと高級感も増しますし、秋冬感がね、これによってプラスされている感じでデザインはこだわりました。でこれもね、しっかりもちろん 500ml のペットボトル、長財布余裕で収まります。まだ全然物入るので、携帯、鍵、定期、そういう日常で使うものはしっかり収まると思います。続いてがここのフラップの上の部分に1個フロントポケットがついてます。もちろん携帯、定期とかよく使うものを入れてもいいと思います。個人的におすすめの使い方は、携帯のモバイルバッテリーありますよね、これをここに入れていい感じに出てくれるので、充電をしてそのまま持ち歩けるっていうのが、この使い方すごいいいなって思いました。ぜひ有効活用していただけたらと思います。そして次がこれ、グレーもブラウンもどちらもブラックのショルダーがついております。そしてここには長さ調節ができるアジャスターがついているので、どんな身長の方もちょうどいい長さで持っていけると思います。こちらのツイードバッグもですね、秋冬のファッションにぴったりなので、どんな服装にも合います。シンプルなものからちょっと柄があるものでもね、合うと思うので、ぜひぜひ毎日使ってくれたら嬉しいです。まるちゃん、まずこちらリラックマ三つ口収納 2way キルティングバックブックは、本体1990円プラス税、10月15日木曜日より全国書店にて発売します。そしてこちらリラックマツイードショルダーバックブックグレイバージョン、ブラウンバージョンは、各本体1890円プラス税、10月15日木曜日より全国のローソンさんの雑誌コーナーにて発売いたします。これ今回3種とも同時発売なんですけれども、こちらのキルティングバッグは書店での販売になります。そしてこのツイードショルダーバッグは2色ともコンビニのローソンさん雑誌コーナーでの販売になります。お間違いのないようお願いいたします。それでは本日もまるちゃんご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。バイバーイ。